今日は、ラグビー選手、リコーブラックラムズという、東京の方のチームがですね、読谷村で、今残波岬の、公園のところでキャンプ合宿練習ですねしています。で本日ですね、チームは初めて読谷村に来ます。読谷村の子どもたち、ラグビー知ってるかな、元気かなということで、ラグビーも知ってもらいつつまた一緒に体も動かそうということで、今日来ています。はい、皆さんこんにちは。これ元気ないね、もう一回。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちはリコーブラックラムズ東京というチーム のラグビーのプロチームです。活動している場所を今紹介あったんですけど、東京都の世田谷っていう場所になります。で、今回1月から始まる公式戦に向けて初めて、私たちブラックラムズ東京沖縄に来ました。読谷村に来ました。すごいいい場所で海きれいでちょっと住みたいなって個人的に思ったりしました。今回ぜひ皆さんに、短い時間なんですけどラグビーとかブラックラムズ東京のこと知ってもらったら、嬉しいです。短い時間ですが楽しい時間にしましょう。よろしくお願いします。古源南小学校6年生らとの体験交流で握力勝負や綱引き、選手への質問タイムなど選手と児童生徒らが交流を深めました。辛いことがあったらその自分の成功する姿を想像してそれに向かって頑張ろうっていう思いで、どう立ち直るというか、そこに向かって辛い思いも仕方ないという思いでやってます。ラグビー選手の努力してきた成果とか、そういうなんかプロになるにはどういうことをしたらいいのかっていうのが知れたのでよかったです。身長とかもでかくてなんかとってもいいことに教わったり、夢を叶えるための努力とかも教われたのでいい経験になりました。五色綱引きが一番楽しかったんですけど、あんな大勢対ラグビー選手で力が相当すごいなと思いました。自分はあのタックルをした時が一番楽しかったです。僕は野球をやってるのでプロ野球選手になるために一つ一つ練習していきたいと思います。自分はラグビーをやっているのでしっかり毎日練習を続けて日本代表になれるように頑張りたいです。早速ですが今回もラグビー体験交流会を通して実際どうでしたか？楽しかったです。第一印象はやっぱ、このすごく大きいなっていうイメージがあったんですけど、やっぱすごく貫禄のある立ち姿で、そう、とてもすごいなと思いました。五色綱引きが一番楽しくて、最後に勝てたところがちょっと良かったと思います。選手同士のこのタックルっていうんですかね、がすごくなんかもうなんて言うんでしょう、なんか迫力があってすごいなと思いました。今回のこのラグビー体験交流を通してなんか今後自分で頑張りたいこととか目標にしていることがあれば最後にお聞きしたいと思います。自分はレスリングをしているので、でそれで2月に全国大会があるので、それに向けて練習を頑張っていきたいです。なんかインタビューの時に失敗した時にどうやって立ち上がればいいですかって質問に対して、この自分が失敗しても目標に達している姿とかを想像するといいですよってあったので、私もこの頑張っていることがあるのでそれを意識してできるようになりたいですね。皆さんの、活躍をぜひ応援したいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。